あの人の何が狂ってるって、狂ってるということがなぜか周りに伝わらない、その人当たりの良さなんですよね。あれ普通言えないよねっていうのを、あの爽やかに言うんですよね。成田悠輔先生がボースセミナーで登壇したにもかかわらず、最後の最後でこんなところに来る暇あったら自分の仕事をしろと発言し、セミナー自体を粉砕する様子をアップしたので、後でぜひ見てください。いやだから成田さんね、あの故意に人を怒らせてるのか、そのまあ正しいことを言ったらその人たちのためになるなと思ってるのか、単純にあの困らせるって、その困る人を見たいっていうのでやってるのか、どれか分かんないですよね。で僕割とその3番目 の、 あの言わなくていいことを言って困ってる人を見るのが楽しいっていうのをやるので、ただそこまで性格が悪い人って世の中にそんなに多いのっていうのも不思議なんで、成田先生どっちなんでしょうねって思ってます、いつも。はい、性格悪いんじゃねえかなっていうふうには思ってますけどね。すいません。なるゆきというチャンネル名で成田悠輔さんの切り抜き始めました。成田さんはひろきさんの目にぶっ飛んでるので伸びると思うんですが、あまり再生数伸びません。なり抜きが伸びるにはどのようなジャンル、あるいは動線が必要でしょうか。なり抜きチャンネル伸ばしたいです、アドバイスお願いします。あのたまたまあのなり抜きさんのチャンネル見つけて僕全部動画見てください。あの成田さん狂ってて面白いなと思って、あの人の何が狂ってるって、あの狂ってるということがなぜか周りに伝わらない、その人当たりの良さなんですよね。あのまあ最近その「あの日経テレ東」っていう番組で、その田原総一郎さんと僕と成田さんと、あのパンダがしゃべるっていう番組だったんですけど、で成田さんが柔らかい物腰で、高齢者の方がいなくなった方が社会が良くなるので、田原さん引退しませんかってすげえ失礼なこと言ってるんですよ。あのお前老害だからもう出てって引退しろよっていうのを本人に言ってるんですよ。あのそりゃ普通怒るでしょっていうので、あれ普通言えないよねっていうのを爽やかに言うんですよね。であの人これを言ったら人が怒るよねっていうのは分かって言ってるんですよ。前にそのツイッターで立花隆さんっていう、あのなんちゃら党っていう党の人と、堀江貴文さんっていうそこのなんかアドバイザーみたいなのやってる人が政見放送みたいな動画をやってるのを見て、成田さんがなんか日本の縮図だよねみたいな書き方をしたんですよ。でそれがちょっとあの文言を忘れたんですけど、ある種バカにしてる文言だったんですよ。であのバカにしてる文言で相手の人が怒るよなっていうのも想定した上でやって、でそのツイッターでその堀江さんが直に反論してきて、その堀江さんとその立花さんが出世していない日本をが良くないという意味で言ったんですみたいな、あのすげえ口から出任せ的なことを書いてたんですよ。相手が怒るっていうのも分かるし、でそこで信念を書いてぶつかるのではなく、口から出任せを言ってその場を濁して OK って思うっていう、要はその場を濁すことが正しいという感覚も持ってるんですよ。要は揉め事を起こしたくないのであれば、そもそも揉め事を起こすようなことを書かなければいいですよ。でも揉め事を起こすようなことを書く割に、トラブルになったらトラブルを回収するというスキルも持ってるんで、本当頭おかしいなと思って見てるんですけど、はい。なのであのなんだあの人のね、そのモチベーションが分かんないですよね。トラブル嫌なら揉め事を起こさなきゃいいじゃんと思うんですけど、揉め事を起こしに行っといて、トラブルになるとあのスーって引くんですよ。であの土下座も辞さないぐらいの引き方をするんですよ。いやいや、だって思ってる信念あるんだったらそれ言ってぶつかればいいんじゃねって思うんですけど、ぶつかりませんみたいな、なんでじゃあ最初にひどいこと言ったのみたいなっていう、あのね、不思議な感覚を持ってる人なので、面白いなと思って見てます。切腹したらいいんじゃないですかみたいなことも、確かなんかの講演会で、あの、その切り抜きの動画、チャンネルで見たんですけど、その高齢の人たちが、あの、幅利かせてるのが良くないから、あの、今日登壇されてる方々が切腹したら日本が良くなるんじゃないですかみたいなことを言って、成田さんが喋ってる例と、周りの笑い声だけ聞こえてきたんですけど、あ、これ成田さん冗談じゃなくて本気で言ってるよねっていうのが、あの、僕は見て取れたんで、あ、本当にこの人狂ってるなっていう。で、周りの人は冗談だと思って受け止めてるんですけど、あれ成田さん多分本気なんですよ。だから、あの、要は、日本社会良くしたいって、老害の人が思ってるんだったら、お前ら死ねばっていうのは、あの、確かに正しいんですけど、うん、それ言っちゃダメだよ。みんな怒るよって、分かっててやるんですよね。不思議ですよね、あの人。はい、すいません。あの、ちょっと、最近成田さん面白いなと思って、話になりました。すいません。はい。
成田さんすごいよねって言ってる人とか、成田さん天才って言ってる人って結構多いんですよ。成田さんどんな人ですかっていうと、なんかその東大主席だったとかって過去のことだったり、イェール大学助教授っていう現在の役職を言ったりしてて、何をしてる人ですかとか、どういう論文書いてる人ですかっていうのまでちゃんと見て話してる人ってほとんどいないんですよ。僕多分ね、成田さん足元をひっくり返される気がしてるんですよね。あの人はノーベル賞を取るかもしれない人だみたいな紹介をする人もいるんですよ。で、村上春樹さんって毎回ノーベル賞を発表されるために、村上春樹さんは今回もノーベル賞を取りませんでしたっていうニュースが流れちゃう人なんですよ。別にね、村上春樹さん、ノーベル文学賞を取りたいって言ったこと一度もないんですよ。別にノーベル賞のために書いてますなんて一言も言ったことないんですよ。でもファンがあの人はノーベル文学賞を取るべきだみたいなことになって、なんか毎回毎回ノーベル賞発表のためにノーベル文学賞が今年も取れなかったって言われるんですよ。で、多分成田さんもそのうちノーベル賞を取れない人っていう勝手なレッテル貼られちゃうんですよ。で、成田さん自身はきちんと研究をずっとやってるし、面白いデータも出したり、面白い論文を出してるので、成果を上げてるんですけど、ノーベル賞は取れるか取れないかで言うと、そんなことを僕やってないように見えるんですよ。ノーベル賞を取れるほどの革新的な独自なものというよりは、むしろ現実に当てはめられる、現実的な、成果だったり、プログラムだったり、データだったりで、現実こうだよね。じゃあ現実こうしましょう。っていうことをやってる人だと思うので、なので何年かすると偉そうなこと言ってるけど、あいつ全然ノーベル賞取れないじゃんっていうバッシング側に回る気がしてるんですよね。なのでちょっとなんか持ち上げすぎるのはどうなのかなと思うので、すげえ優秀な人なんですけど、その分かんないんだったら分かんないけどすごいっていうのやめた方がいいと思うんですよね。言ってること面白いよねとか、その MIT とか東大とか行って、イェール大学ですごいよねなるんですけど、これができるぐらいすごいとかっていうのは、なんか周りが持ち上げるのはちょっとその持ち上げ方として間違ってるんじゃないかなと思ってはいます。はい。だ例えば僕論破王って紹介されることがあるんですけど、僕は自分で論破王なんて言ったこと一度もないんですよ。で、論破なんてするやつ二流だよねっていうのは、何度も言ってるし本人も書いてるんですよ。でも世間は論破王西村秀之って肩書を出すんですよね。で、ただ僕はどうでもいいんですよ。僕、職業論破法ではなくて、メディアに出るも、副業としてやってるだけで、本業と全然関係ないので、あいつ論破王じゃねえじゃんって言われても、何のダメージもないんですよ。でも学業をやってる人が、ノーベル賞を取れないじゃんでバッシングされるのって、それはひどいと思うんですよ。それはノーベル賞なんで取れるようなもんじゃねえし、取りに狙ってるわけでもない人に、なんかそっち側の評価をされるような肩書きをつけちゃうのはいかがなものかなと思うので、なんかもうちょっと褒め方みんな気遣ったらって思いました。